吉田さんイエス・キリストがねこの地上にまたね来てくださるそうなんですよでその時エホバの証人の方にずーっと私いろんな方に聞いてることがあるんですけどもイエス・キリストがこの世の中に来た時にあイエスだって私たちは気づくもんなんでしょうかねこのエホバの証人の本に書いてあるこの人のこの顔でイエスだったらまあわかるんですけどもでもそっくりさんが来てねなんかあイエスだって言った時にいや違いますけどとかね あと全然こう顔が似てなくって何だったら身長が低くてねなんかお腹が出ててデブでひでげも生えてなくって頭ツルツル点でねザビルみたいな人がお「俺がイエスなんだけどさ」あつっからねなんかヨタヨタしてきたらそれでもみんなが「え本当に?」って信じるのかなとかね、うん、そのイエスはイエスだってことをどうやって私たちは見分けるんですか もしくはイエスが本人がね私が本人ですとか言ってこうやってねなんかここにプラカード下げてるんですかとか聞いたんですよそしたら「いやそれは分かんないですね」とかね「面白い見方しますね」って言うんだけどもでもね中には真剣に「そういえばそうだな」って「この人がイエスです」っていう風に見分けれる人がいないですよねーとか言ってるんですよねだから仮にイエスがやってきたとしても私たちは分からないんですよ。うん、で今ですらそうなんで。 聖書の時代、ね、2000年ぐらい前にイエスが実際にいろんなところで述べ伝える技をしてたと思うんですよ。でも人々がね、あイエスだってみんな分かんないわけですよね。こんにちはイエス・キリストです。いや実は私がね、この聖書のここ、をこ,こう書いてあるところ私なんですよとか言っていちいち説明して本当にとか言って疑いながらなんか言ったのかなと思うんですよ。でまとめるとねあの、イエス・キリストっていう一人の人がいたわけじゃなくっていろんなありがたい このお話をしててくださる人が町中にいてねでそれをイエス・キリストっていう一人の人の言葉っていうふうにまとめてあとは後から出てきた教訓もなんかこう無名の人が言うよりも「あこれもイエスが言ったんですよ」って言った方が人々が言うことを素直に聞いてくれるからそういうふうにイエスの言ったことみたいに蓄積していってできたのが聖書だらしいんですよ。で聖書の中には取り上げられた言葉と取り上げられてない外見っていうのがあってね。 そういうのに分けられて大体66冊の本をまとめたのが聖書って言われてるこれはまあエホバの商人もそういうのをに教えてるんですけどねで「外典」っていうのは66冊の中に入らなかった67冊目とか68冊目とかあるらしいんですよで跳ねのけたやつでこれはなんかイエスが言ったって言ってもまあいいんじゃないのみたいなのが跳ねたとかねでそもそも誰がそれをね66冊をまとめた選別したんですか編纂したんですかっていうことなんですよこれもだからねあのエホバの商人の中では教育があるんですよ こういういいなな誰それって人がししまたたみたいなねアレクソンドル・なんとかっていう人が編纂しましたみたいなじゃあ編纂した人が間違ってたらどうするんですかとかね <laughs> いろいろあるんですよね、うん。そういうふうに本当なのかなって気づくことといやそれはないだろうって思うこととねよく見ていかないと分かんないかなと。であの「アルマゲドン」っていうのもありましたけどもアルマゲドンががが起きたっっててのは誰が見分けるんですすかって話がありますよねでそもそも昔はテレビとかなかったわけなんで。 アルマゲドンが来ましたよーって言ってから知らせてもね遠くの人には聞こえなかったわけですよでそういう時にこっちの人はアルマゲドンだって思ってたけどもこっちの人には何のことか分かんなくて普通の暮らししたみたいなこともタイムラグが起きるんじゃないかなっていうこととかねあるわけですよ今でもインターネットやテレビがあってもなんかねそんなことを知らずに生きてるる人がいるわけでしょそもそもエハバナ商人って地上の全ての人にエハバナ商人っていう延べ伝える技を完成した時にアルマゲドンが来るっていう風な考え方もあるんですけども。 だったら誰にも知らせない方がアルマゲドンが来ないじゃないかってことで何をやってるのか分かんなくなっちゃいますねなかなか面白いもんですエオバナシに行ってらっしゃい